はい、皆さん、夜の街、キャバクラ行ったことありますか私はね、広島市内の、うーんー、流川の方でね、結構ね、行っていたんですけども、今は全然行ってないですよ。30代のそうですね、半ばから後半まで結構行ってましたね。で、奥さんと知り合ってから全く行かなくなりました。知り合った瞬間から行かな、行かなくなりました。で、キャバクラってね、 結構ね、面白いんですよ。<laughs> まあでも、あの、若い女の人が好きな人には楽しめると思いますけども、お金はめちゃくちゃかかります。で、今回何を話したいというと,うとですね、あの、公明党の遠山清彦さんが、キャバクラを利用していたことで、今回ね、ええー、まあ、党を離れることになりましたけども、議員辞職をされたんですよね。じゃあですね、キャバクラにね、どういうふうな遠山さんが行かれたのかってことを、なんかブログにまとめてる人がいるんですよ。 これちょっとね、すごいなと思いますよね。こんな余計なことをしてる人がいるんだなと思いましたね。えー、2019年に公明党の東山清彦氏の資金管理団体であるなんとかかんとかが、えと、ー、キャバクラなどに飲食代として11万円を支出していたって。11万ポッチじゃないですかね。いや、私ね、キャバクラの平均利用金額ってだいたいね、5万から7万なんですよ。だから11万キャバクラで使ったって言ってもね、ああ、そんな大したことなのと思っちゃいますけども、その11万ですらね、 そういうふうな、いけないお金を使わないといけないぐらい、遠山さんお金がなかったんですかね。あ、でもね、確かに、遠山議員といってもね、お小遣い制だったのかもしれないです。世の中のお父さんは稼いだお金のほとんどが家の方に入れて、お小遣い月3万とかでやってますからね。はい、えー。 公明党の東山さんの利用したキャバクラの場所はどこどんなキャバクラを利用したの利用したキャバクラの画像はあるということについて調べていきたいと思います。調べるなっていうね <laughs>。でもこういうことすごいですね。サダンクロスの領収書があったみたいですね。サダンクロスネオ。うん、福岡市内なんですね。中洲ってことですかね。私もね、中洲にね、何回もね、広島から通ったことありますよ。中洲にね、やっぱりボトルも入れてるんですよ。懐かしいなぁ。 当時指名してた女性はね、18歳の方だったんですけども、当時私が35、6歳だったかな。うん。なんか本当にね、楽しかったですね。中州のレベル高かったですよ。うん。楽しかった、本当皆さん、今ではね、立派な大人になってると思いますけども。えー、遠山清飛行が利用し、政治資金を利用したキャバから4店舗。4店舗か。4店舗で11万って、ちょっとしぶちんですよね。 あちょっとバキっていうのかなパキっていうのかな安いお客さんだとパキって言うんですけどね。うん。だ10万円以上はうん、やっぱりお客さんとしては使ってほしいですよね。キャバクラだったらね。うん。4件の支出、まあ。もしくはね、いろいろと払った中で一部11万円っていうのをめり込ませたのかもしれないですね。東山清彦の公設秘書が利用したキャバクラということですね。あ、領収書出てきてますね。うーん。 詳しく見ていきましょう。スザンクロスネオはここにあります。まだやってんのかなあ、今年の1月閉店してますね。もう行くことはできません。ちょっとこういう方がいらっしゃったのかないいじゃないですか。可愛らしい3人組ですね。あ、これも素敵な女性がいますね。うん、こうやって女性がお酒をついでくれると、すごく高くなるということで。あれ ?60 分4000円安いですね、でもね。うーん。 結構安いとこですね飲んでるのドゥフェスティバル飲食代として3万4100円を計上ああ割とリーズナブルだでもこれ豪華ですよね佇まいはうんクラブクレアねクレア2万7600円いやちょっと使う金額渋くないですかこれはドーンと10万ぐらい使ってほしいですねうん グランドオープン5000円プラス、部合、あ、これは募集国ですね。オールタイム7000円。まあ、そのぐらいでしょうね。オールタイム3万円、VIP ルームが3万円。うん、まあ、そのぐらいでしょうね。お、東山議員だ。うん、南米チリから帰国して、その足で家に帰るんではなくて、えー、い、何、言ってたわけですか財務省で質問し、これから宮崎に向かいますってことですか。 あ宮崎にすぐ向かったんですねでキャバクラに足を運んでいたと指名の方がいた,い,たいたんでしょうねやっぱりね、うん、へえあツイッターでもいろいろとささかれてるんですねで辞、えー、める声が上がったと速やかに辞職ということで。 なるほどね。いろんなことを言う人がいるんですね。私もその一人ですけどもね。はい、お読みいただきましてありがとうございましたということなんで、詳しくはね、あの、このブログの方を探して読んでみてください。えっ、ー、と、今回何が言いたいかっていうと、まあ自民党、公明党の今回ね、対応が早かったなって気がするんですよ。うん、やっぱ支持率とかを気にしたのかもしれないですけどもね。あくまでも支持率なんだよ、こういう人たちは。世の中の、 人が困る、困んないとかは二の次で、まずは自分の立場が保てるかどうかが一番なんですよね。まあそれにはきちんとした理由もあると思いますよ。自分が権力を持っていないと、他のどうしようもない人が権力を持って世の中をダメにするっていうふうに思ってるからこそ、自分の権力こそが唯一無二のもんだと思うわけなんですよね、きっと。自分よりもうまくいく人が自分の座についてくれればいいなっていうふうに思えないと思うんですよね、なかなかね。うん。まあでもね、 キャバクラで政治資金使うってこういうせこいことでね、終わってほしくなかったですね。うん。だったらね、なんかもっと強大な権力に差し違えるつもりで失脚みたいな。うん。なんかキャバクラがまた悪いみたいになっちゃうじゃないですか。うん。まあでもすごいですね。うん。まあまあ、言うことないですね、これ以上はね。はい。では以上でございます。